チブチにするぞ。来た、俺が今一番やりたかったマップ。ここ神様ありがとうということでですね、なんかパーティー音ね、なんかね、ちょっと待って、今日のね、俺めっちゃモチベーション高いですよ。なんでかっていうと、見てください。COD モバイルにね、なんかゆうたさんのスキンが登場してるということで、ちょっと意外じゃないこれ。普通なんかそのアイファーグさんとかさ、なんかそのドッキノさんとかね、COD モバイルの王ドッキノさんとか、裏ボスの王ドッキノさんとか言われてるのか知らないですけど、まあ、ネタっすけど、やっぱ、ね、登場させるとこが違うよな、思ってる。ちょ、どんどん行くぞ。ちょ、ま、これ、あ、チーですか？ちょ、待って。もうね、チーレスはね、マジでね、電気屋取ったら勝ちなんですよ。ここ取ったらほんまに勝ち。なんでいきなりこっちさ、俺ら向こうから来てる、なんでこっちがすごい湧きんだ、おかしくね？弁当箱の中身を交換するっていう、小学生の時よくやってる、謎の行事。まあ、俺は一個も譲れませんでしたけど。おい、出てこい、もう砂。ちょっと2回おんぞ。大丈夫か？ほらー、もうーなんでこんなイライラすんの、ほんまに。もうスナイパーやっと出てきたと思ったら別のスナイパーにやられんだけど、ほんまに。待って、こういう俺 COD を望んでねえんだよ。あのアクティック絶対殺す。お前や、ほらー、ちょ、これどうしよう、ほんまに。これみんなどうしよう、これ。どうやって攻めたら俺報われるの、これ。どうやって攻めたらこの地獄から解放されるの、俺は。で、どこ、ほんまに。いた、一旦雑魚買って、こんなこと言ったらあれんだよな、お前は。ちょっと待って、今日口が悪くなってる。でもね、 COD とスプラトゥーンはマジやったら口悪くなるね。うん、待って、ほんまキモいよ。あら俺もキメ、味方もキメ、敵もキメ。こういうゲームで COD も悪い。俺これ、こういう精神で俺やるべきだと思って、壁抜きしていくんだよな。これがでかいけば。クリップして、今クリップして。ほら、チンポマンがよ。まだ言う、やったから許す、やったから。お前はいいぞ。あ、蹴った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 。え、おるよな。おっしゃー、分かっとんねお前って。これしたら絶対おる。いや、いるけども。もうアドバンス、なんですよそんなことすんの。ADS 遅すぎやろ、ほんまに。マジでガミとかって感じやな。ピンガス。ピンピン、ドルフィン、ドルフィンカメと若かりし頃は言われた男。羽生結弦の息子、せがれ。いた、買ってきて、くれかよ。クリップして。いや、ゆうえ、しょっからすんの。おか、任せろ、任せろ、任せろ。いや、2回や、これ。2回や、これ、高台や、間違いないやつ。おい、おらー、油断してんちゃうぞ、マジで。お前、たるんのちゃうぞ。戦場でたるんでんねやったら、怪我するから、出とけ。怪我するから、出とけ。でもね、K44 ほんまにこれヘッドショットの差がつけたらでかいと思ってるよ。絶対ミスやんな、運営な。てか、来シーズンワンチャンサイレント修正でくれやつを今入れたんかもしれん。ほら、気づいてな、ほら。ミミックスと溜まりすぎて足音聞こえてないと、ほんまに。なんかおる。ロングにおるって。ロングにスパルおるって。それほんまにやめろ。ひねりくよ。そっち負けちゃう。もうなんでどっからバンバンポーンと。あれ、強化の恩恵感じるよこれ。もうこいつさっきからもう ADS やばいってこいつ。 SR の頃のチンプロかよ、ほんまに。ほら、あいつ、あ、キルバック、ナイスキルバック、ナイスキルバック、ナイスキルバック。もうわけのねえだろ。絶対親戚とかにキモいと追われてる。間違いない。学校の人といじられるわ、これ。野々村議員の謝罪会見の時みたいになってると思う、実況がね。うん、いやー、1位強え。でもまあ、キルデワタイム俺が1番やの。8ですやし。おい、もうほんまにこのゲームのマッチング謎すぎやって。なんだろ、フルパレさ、なんか S1 レジェンドとかのマッチングせなあかんの、これ。マジで、マッチング制度を見直せえ、ほんまに。暇するたん。おやあ！はい！シーパル。もうこんなプロでも勝てへんって、ほんまに。なんでこんな初心者救済武器、なんかその初心者がなかなかそうレジェンド隊に入ってさ勝てへん時に使う武器でさ、こんなもういっ、もうもうもうほんまになくて、俺はサンドバック最ランクマッチやっとちゃうね、俺は。サンドバックにさ。サンドバッグにされてみる。俺は COD やってんじゃねえよ。でも行くんだよ。レーザー見てる。うわあ、まあ
もう何時間かけ出されなあかんの俺が。おい、もうほんま面白くねえよこのゲーム。死ね、もう死ねよマジで。ほんまに誰がやんねん、クソゲーがよほんま。フルパワーフルタップ、フルパワーフルパワーとマッチング薄いよマジで。ほんまにマッチングシステム考えたら出てこい。ほんまにこんなプロゲーマーでもボコされる気まな、もうね、こういうことがあるから、結局チーデスしか勝たんって感じなんですよね。だからもうチーデスとかさ、そのプロゲーマーのフルパとかさ、当たるはずがないやん。でもね、そのチーデスやったら、こういうね、そのしっかり1対1の戦いができるから、アマチュア対アマチュアの戦いができるから、これが本当に俺好きなんですよね。一緒に連れておるから、もう今日マジストレスビンビンに溜まってるから、どんどん行っていい。で、今、金庫、金庫、金庫。お前先に行け。お前やられるんですよ、ほら。あいつ。あー、なんか来た、警報出てるで、警報。行く行くぜ、さすがに顔出さんやろ、こいつ。そこまでバカじゃないんですよ。おーい。おー、どこまで食べさせんねん、このゲーム。ハゲるわ。ハゲるわ、マジで。ほんまに、ストレス。おらんかったやん。おらんかったやん。おらんかったやん。待て。はい、来た。もうやる、下打ち。やったか。回復しての体出す。さっ。後ろに、キッチンに味方おんのに、なんでキッチンからってのはもう、この、なんで味方の方が撃ったの、突然のレビュー。壁抜き、壁抜き、壁抜き。あーし。まあでも、FPS じゃなくてもね、全然抜けるんですけど、退屈しようぞ、お前ら。退屈しようぜ。俺に来てる、ショコラチ。ナイス、俺がこいつらショッカーシーに引っかかった。俺を殺すために突っ込んできやがった。ショッカーシーショッカーシー出して出しての体力回復していくって。そして来てるから、はい、ざまあで、これ絶対したから、お前死ぬぞ。それそこの位置は死ぬぞ。絶対早く来い。もうキネディックのが効いてない。うわ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 。ほんまに何だよ、コラギーかよ。ほらほら、俺追いかけてきたぞ、こいつ。よし、バカかよ。そこまで俺をキルしたかったんか。懸賞金かけられてんのか、俺は。うん。オッケー。はい、おつ、ヘッドショット。絶対こいつ追いかけてくる。ちょっと待って、大丈夫か。助けて。うますぎる。あー、マジか、それ惜しすぎる。分かってねえけどな、場所は分かってんけどな。あれも急、あれも意外と結構キルでよくない。俺らバックかよ。行く行く行く。危ない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 。死ぬ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 。で、俺剥がす剥がす。あー、ま、脱がす脱がす。もうもう。いやでもさ、言うてなんかのレーザーバック使ってるやつ、ヤバミヤバミちゃん結構強いぞ。で、絶対上来る。このヤバミ、ヤバミ、うんこ周りにはいない。オッケー、クリアリングしてる、これ。クリップ、クリップ、来るわ、これ、クリップ。クリップチャンス、クリップチャンス。で、ただ、死ぬ。あ、ちょっと聞いて。感じろ、感じろ。聞くんじゃない、感じろ。お前も多分死ぬぞ、それ。その、終わらせようぜ、こいつの戦い。えぐ、え、バケモンおるって。強ポジと、フリポジやのに。それをひっくり返して打ち勝っていったぞ。そしてユータさん、いいっすね。ブチブチにするぞ。おかしいだろなあ。はぁ What the fuck? What the fuck? Fuck! 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 なんすか。さあ来ましたね、神マップ。味方にスナイパーがいたら俺は途中抜けします。大丈夫か。大丈夫そうやな。オッケー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 。とりあえず今回はね、世界1位のフェネックのカスタムを使うんで、負けるわけにはいかないんですよね。てかさ、俺ちょっと眠てえ、マジで。今ね、朝の5時なんですよ。朝の5時から COD やってるやつ、俺はね、COD を愛し、COD に愛された生活をしてるから、ほんまに。COD 尽くしですよ。ほんまに、生まれた時からね、生まれた時から俺のお母さんは COD なんだよな。ちょ、待って、ワンチャン来るよね、来るよね。痛い、いや、こっち、今の無理か、これ。ちょ、今回ほんまにバキエムエイム見せろ、ほんまに。エイムアシストもちょっと強くしといて、これね、運営に
運営に金払ってマジで A マシストとこれ当たり判定俺強化してもらってるからな、これ間違いないから。だから俺こんなね無双できるんですよ。いやーバケ吸い付かねえな、吸い付かねえなバケム。いや見えてるから、見えてる、かわいいな、かわいいな、主にどんどん行くぜ、止まらねえぜ、止まらねえぜ、止まりながら言っていく。一旦しっかり火炎瓶で逃げ道を塞いで燃やしといて、勝っていくか、そこ顔出しちゃうんだよな。ちょもうほんま上がって、まずちょな、これ中の女ちょまだ燃えてる、いったこれをこことのこことの女、いったんしっかり、はい、じゃもう取れねえか、きちー、まーにまーにまーに上がってくれ、いいっすね、すね、ほんまに、ちょほんまに、ほら、ちょ、あかん、これ、頭一個の人だったらきついな。一旦こいつを縦にして、こいつを縦にしておいて、しっかり横から、はい、横や、やり入れての、俺はマジで横入りが得意やからな、ほんまに。どんな列にも横入りで、ちょっと、人を怒らすかったら、そんなこと言えないな。一旦これ、投げといて、勝った、だから、きちいこれ、ちょ、ほんまに、きちいって言うのめよ。きちい、あの、きちい禁止で出そうぜ。禁断症状とかさ、いや、こっち、スイッチモニターが暴れてんのか、なかなかきちいな。いや、一応これ、タックワイブでドーピングしといて、絶対ここで言うから、あいつ、なんで、テキリスに背を向けてる。いた、入り込んじゃ、あ絶対追いかけてきてるよ。決め決め、マジで決め。来てんな。買っといて、まだ来てる。オーケー、カットしてくる。これマジ、いや、これマジで、おばあちゃんの、言ってることやべえ。ちょ、俺大丈夫かこれ。ちょ、ほんまに誰か俺を止めてくれ。俺の発言を誰か止めてくれ、ほんまに。ちょっとね、ちょっと言ってることもなかなかちょっと女の子リスナーをね、泣きそうな発言ばっかりしてるんですけども、ちょ、ほんまにやめるぞ、ほんまに。ちょっと俺、そんな発言はね、しないっておばあちゃんと約束したね。てか、こいつら、なんでこんなバカ、ちょ、だからさ、これ、俺が出されてるスワームじゃねえだろ、ほんまに。俺以外のやつに飛んでいけよ、頼むから。なあ、俺以外のやつに飛んでいけ。俺悪くねえだろ、これ。俺以外のやつに飛んでいけ、頼むから。ちょっと。いや、ちょっと俺、勝ってんねんけどな、これ。ちょっと、もうほんまに今の仕様でいいね。てか、マジで、なんかもう、あの、勝ちにさ、勝つことによって得られるものを増やしてほしい、今のランクマッチ。てかもうね、今の COD って割とね、なんか、なんていうの、こう、負けても、勝ってもって感じのランクマッチですから、ちょっと待って、そういう制度やから、割とこう、おふざけプレイが多いんだよな。なあ、もうこれ、もうマジで途中抜けして、おかしいだろ!なあ、はぁ?見た俺悪くねえだろこれ、俺出された格じゃねえだろこれ。なあ絶対あんだけ押すと俺さ、あんだけバカみたいに買っといて、なんで俺がこんな出されて、おかしいだろほんまに。なあダイパーしたらなんか手怪我した。ちょガチでおかしい、これガチでおかしい、ふざけたろ。はあ、おかしい、なんで、なんすかなんすかこのゲーム、なんすかこれ、俺悪いなあ、これ悪いですか俺、ほら、これ、勝ってるやん、だからなんでこんな、これ、うち勝ってんのになんで出されんねん、おかしいだろ、だからなんで俺がこれ、愛してくれ俺を、COD 俺をだから勝ってるやん、こういうバカみてえなやつら。なあ勝ってる、だからちょっと俺これで絶対さ、なんかツイートでさ、かくやしたね、亀さん相手にかくやしちゃったみたいな、おかしいだろということもあってね、俺はね今回この動画を、動画化します。はい、絶対もう証拠ほら、勝ってほら普通に打ち勝ってんのに、なんで俺出されんの、バグってるだろ、なんでタイプやねん、なんで俺タイプ持ってんの、ふざけんねんほんまに。いや超雑魚すぎる味方、雑魚すぎるのもほどほどにせえよマジでな。ほらエリート隊やんけ、こ味方だけさ、もうしかもパーティー組まなよ、
絶対この二人世界チャットで組んでるだろ。俺も意味わからんわ、これ出されんの。ふざけてる、ガチで。このゲームちょっと一つ言い訳し、これタイヤリってわけじゃないですけど、これが今書く邪魔やねん。お前どけ、このいいね。今ね、これなんですよね。これ核出された試合で、下のやつね、さっき40キルしたんですよ。で、40キルで、ほら、見てこれ、ほら。俺ね、逆に、さっき核出されたやつを、デスリに刺してるんですよね。ね。こいつ核出されたやつね。で、その次よ、これもう味方ゲーなんだよな。味方ゲーやって、このゲーム。なあ、やめるぞ、俺ガチで。死ねよ、味方。これ全員通報してくわ、マジで。マジで俺意味わからんもん。俺これで負けんの。ちょ、もうフィールドワックしとくわ。これな、 COD に貢献しとくわ、ほんまに。俺がなぜドミネーションするかって、刺激が欲しいからだよ。腹痛を煽りタイプをボコス、これが COD モバイルです。腹痛に困らされて我慢する必要はない、タイプに困らされて我慢する必要はない。やるんですよ、こっちが。やり返すんですよ。結局ゲームなんやから、楽しい方を選択しようぜ。やっちまうよ、これもう開幕ピン取っちゃっていい。ワンチャン絶対上から来てるよな。なんか落ちてきた。おい、なんかスモークな入ってたぞ、あいつ。大丈夫か。で、ここめっちゃ強い。絶対一人だから、間違いない。で、もう一人来てる。なんか下、おるけど、なんか、でかすぎ。ああ、マジかそれ。その4人目からだとめちゃめちゃでかかったんじゃね、それ。俺の金玉並みにでかかったような気もするんですけども。てかさ、今回のその PPSH の遠距離型、あのね、普通に近、だって SMG やからもともと近距離強いじゃん。だから、近距離も通距離も、ザーメンもかかってこいですね。はい、買っちゃう。ちょ、待って、ダイパーしたらなんか録画止まったわ。ちょ、待って、前行こうか。なんかこれ先端上、あー、これスモークタイム絶対来てるわ。言うてね、ここでいいですよ、ほんまに。もうずっと心だけで勝ってるから。いいね、2回目、3回目引いて、ジャンピング、イケメンすぎ。危ない、いけ、たぶんワン勝って、ナイス、僕、そうして、キレディック溜まってるから、前出ようか。来てるよね。今回スナイパー使ってるんですよ。やめてくれ、ほんまに。もう、わさわさすんな。いや、なんかおるよな。はい、バカ勝って。てかさ、もう遠距離型のコツ、ひたすら今日ぶり取る。もうこれで勝てるから。いや、タイプが前押ししられきたいけど、ここに、あの街行こう。で、おお、見た今の。ビームいくない、ビンビン、お前何もしてんねん。おお、お前いいか。4キル。一気にこれ4連キルですよ。一旦ショッカルシーズ。なんで、ショッカルシーズ2つださ、一旦向かって、キャンパッケージも、うわ、えぐいって、めっちゃ、あ、落ち着け。で、これ、あのさ、さっきヘリガン出てさ、ヘリガンマジで強ない、これ、ヘリガン。ちょ、もうあの、あれ出てくれ、ヘリガンな、ちょっと待って、なんか日本に、ケアパッケージないんだ、V トルが出ないか。うわ、ゴミや。で、なんか下もんねんな、一旦これ買ってえの。でもこれ、まあ言うてそんな焦らなくていいよ。なんか、背中来てね、あれ、そうか。やめろ、マジで、サーマイト誰や、おい、もう、な、サーマイト投げて当たったこと確認してから突然くんねん、ほんまにマジでこの野郎。これ、チートろぜ。さ、別にさ、B 取らなくてもよくね。そして、ここから来るやろ。これ、待って。いらんほうがええな。はい、来たー、ヘッドショットー。オッケーオッケー。なあ。今回ね、相手に不屈がいるんですよ。しかもなんか、キル数全然負けてんのに、なんでこっち勝ってんねん。相手の旗意識が低いんか。まあ、言うと俺が結構大事な、その B 周りで4連キルとかしてるからな。まあ、キルの人はこっちが上よ。対空してくれるかな、対空してくれへんかな、マジで。俺、今日3敗やからさ、やってくれ。頼ます。な、上を、誰これ B、もう B 取って妹ですかさ。もうあの、COD で結局ね、B 取って妹だけでいいんですよ、ほんまに。それで勝ってるから。下から来てるな、犬が。で、犬を任せた。まあ、一人はいいでしょ、これ。犬に困らされた、こいつ。このクソ一匹ワンちゃんが。ちょ、待って、やばいって。こいつ、キモいって、ほら。タイプ使ってるだけで、自分がプロゲーマーと勘違いしてんちゃうぞ、マジで。ほら、あれ枯れんねん。ほんまに、やられすぎや、ほんまに。頑張れ。全然勝ってないから。荒井のポテンチ、焦るなよ。どっか入るのか、絶対、カノマチ。あの、俺と同じようなもんしない。大丈夫、いける。お前、なんで SR で迷うしてんの、こいつ、エグいって、こいつ。絶対、あいつ、スコアス、相手の養分になってるって。はよ、乗ってって、お前。こい
はよ乗れって、おい、このスナイパーまだ何してんのあいつ。やばい、はぁ、もうこいつ SR 持ってるって。なんでこっちスナイパー2人もおんのよ。ちょ、もうエグいってマジで。もう、何してんのこいつ。な、もう、ま、かわいそうにマーキングされて。なんでこのスナイパーおんこれ。ちょ、もうこれもさ、こいつら、殺せ、おい、はよ乗れって、もう、やばい、マジいらい。これさ、あの、演技やと思うやん。あの、COD ってマジ人格をひねらすからな。なんかやっぱ、あの、スプラトゥーン2と COD やってからね、なんかあの、穏やかじゃなくなった、あの、穏やかの方も俺はなくなったな。でっかお前らマジで、ほんま、なんか、これなかったら奇跡じゃない、この構成で。PPS 選手とかさ、遠距離型とかいうゴミ構成がやるんだから、初戦だから来てるよ。いいね。で、どういうこっちゃこれ。なんかね、お前スナイパーこっち見ろ、もじゃもじゃだ。うわー、やべ、背中に目ついてないか、お前は。な、 B に突撃とか言うてますけども、なんかこれ、なんで3点取りできんのこれ。どういうこっちゃこれ、もしかしてこれ、ま、ガチ、え、プロゲーマーもしかして。え、なんかスナイパーうますぎやろ。たまらんで、ほんまに。やってまうよ、俺のレーザービーム。ちょ、待って、任せろ、任せろ。お前らがレーザービームやられたら、俺もレーザービームすら。ちょ、待って、さ、これタイプ相手、これ、こいつ、エグいって、マジで。めちゃくちゃやもん、こいつ、マジで。なんでこんなんで勝った。相手が結構ふざけてる、あんか。相手めちゃくちゃ勝つな。ほんまに出る、これ。普通、あんなとこかれんて。で、ドローンが強すぎるよ、ほら。もう、あいつ、これ絶対死んだもん、これ。ね。こうすればやらないでしょ。で、UAV らしいってあげて、いいね、これ。ありがとう言っとくか、これ。ほんまに、SR に助けられた。すげえ、これ。奇跡の世代やな、これ。オールスターやったぞ、こっち。来たー、俺のホームグラウンド。しかも、これ、相手になんか俺のことを煽ったやつな、これ、俺のことを舐め腐ったような名前のやつなんだけど、これ。俺がこれ、ぶち切れんの、これ。予言してるやろ、これ。汚ね顔。バケボーンあのね、あんまりその人の顔のことは実言いたくないから。バケモンをね、なんか、韓国人をね、大丈夫なんか、韓国人のホームレスみたいなのなんか大丈夫なんか。なんかそういうでもディスり方良くないよな。ほら、なんか俺めっちゃなんか道徳が外れてる、道徳に欠けてるやつになってるけど。いやでも、意外とイケメンじゃね。で、こういう友達おったって。こういう友達おったって、めっちゃいいやつやった、こういう友達。こういう顔して、なんか、おっ、これサッカー部やって、こいつ絶対に。なあ、おい。一旦これ廃炉していこうぜ。どうせこっから来るやろ、レスやるか。イモスナが。オン。タイルが、はい、勝っての方な。突然タイルから、PPS エッジか。はい、強すぎる。もう遠距離型でも勝てるんよ。こういうこと。遠距離型、近距離良くないです。逆に近距離の方が強い。これは先手いるから、出すと勝って、ナイスキルパック、いいっすね。ナイスカバー。ナイスカバーって言うとこ。キルパックとかやったらな、怒られる。2個おる。いや、ロールしたよ、ロール。で、これで、ね、パーしてな、ナイスキルパック、いいっすね。そしてまだこっちからいるんで。オーマイガー、なんだこれ。なんかチーレスってなんかなんでこんなない方のこれ、なんか運動会みたいになってるのがふざけんじゃねえぞマジで。甘えとんちゃうぞマジで、自体を。で、これよ、遠距離型もクソもない、遠距離型もクソもない。左移動かまして、なんかいいね、腰打ちでしっかり芝居切って。 BPS エッジね、その腰打ちの精度がいいか、俺好きやわ。腰打ちの精度がいい、これやつめっちゃ好きやねこれ。遠距離型とはふざけんじゃねえぞ。うんまいわやん。おい、やばい、キム・ジョンに殺される。で、おい、危ないってマジで。このスキン笑かしてるやろ。オルクネ、なんかホームレス追いかけてんぞこいつ。このホームレスめっちゃ強いねんけど、あいつブサイク。おーい、お前マジで、お前人がお前気分いい時に邪魔してくんちゃうぞ。おーおん、ダバン買ってめちゃめちゃいい。なんか AD 速度がね、その若干遅く感じるんですけど、普通に AD 速度が遅い武器はあのワンタップエイムでしょ。味方が死んでたか、2回飲むか。ナイスやね、いいね。このホームレス強っ。バケモール、しかも PPS 選手はもう運命感じるって。で、2回よ、これ。俺のホームグラウンド。あれー、お前甘えとんちゃうぞ、マジで、ほんまに。これが、はぁ。だから、予期せぬ方向にさ、走り出すねんね、俺のキャラクターが。言ってなんか女好きなやつやばないこいつ。なんか待って、侍時代の将軍飲んでんけど。
そんな思わなくて、これ全体レベルさ、まあ、いんのよね。いやー、それで負けるか。まあ、ピーピーチキンはしゃあないな。突然の裏切り、もうなんか遠距離型とは。お前なんなんマジ、あいつなんなんガチ。おい、あいつなんだこいつ、なんかいきなりなんか武器使いやがった。汚えなこいつ。こいつに武士の大和魂がないのか。こいつ懐らしさのかけらもない。敵の殺意を感じないの。はい、ゴミ。はい、強すぎる。やめろ、死に急ぐなお前ら。おい、なんかもう今日叫んでるだけやったな。オッケー、KM さん、じゃあ、やめていこうか。ってかさ、一つドミネーション勢とかにその聞いてほしいことがあって、普通に血で楽しいよな。腹痛もなし、タイプ2個もなし、まあ、多少はおるけどさ、ちょっと、遠距離型よ。見た今の。え、これ止まって。ダストカットしていって、これもう懐入っていこうか。多分こっからいけば、買ってもらって、はい、これがいい、これが大体リュードしていって、で、レーザー見えてるんですよ。あー、無理か、それ。タイミング悪い。もうこれさ、怖いねやつ、行ってまうで、ほんまに。こっちからワンチャン来る、大丈夫か。いいね。ラスト買ってきて、これ2回おるから、そこ買ってきたり。うん、こいつら、イモリすぎやろ、ほんまに。引っ張り出すぞ、マジで。言うて切れてくるからさ、もう 90% やから、これでちょっと1人はカットしてきて、ところですね。で、こっちまで、中いるから、キャラコンハイコンするじゃん。買っていって、感度追いついてやね。これまだ来てるから、ここも買ってきて。硬いね、ガッチガチやね、それ。で、俺のいつもバレてんのかい。俺が出してるフェロモンに釣られたんか。こっちから来いんか。でもここよ、ここレーザー見えてるからね、君。もうね、レーザーなんかあったらもうすぐバレるから。おお、うまい、うまい。てこ、2回絶対おる。トリップマン怖いね。あー、お前空気読めよ、こいつ。おもんな、こいつ。あいつ許されへんぞ。これもう1回やっていい。もう1回ちょ、手持っていいっすか。トリップもあるからさ、言うて、あんま強くないっすよね。イモリのキネディックって。危ない。もう今のでもうやられた俺、もうやめた。録画止めたよ。なすか、このコンカッションは。絶対来る。腰打ちも全く。ね、ワンチャン向こうから来るんよ。なやこれ。差し出されたの、トリップ前に。はい、これ、キネ、これさ、溜まったらいい。いや、トリップ前怖すぎるんだよ。お前おる？おらな、オッケー。来て。遠距離型。まあ、お前、味方動け。安心しよう。ここで待つよ。どうも、ゴム傷です。一旦紹介して出していくわ。で、多分これ、絶対取るやつ捕まるから、こうよ。これね、まだやっちゃう、俺は。ワンチャン角待ちよ。ワンチャン角待ちからの、来たら死ぬ。はい、来た。あ、もう、突然。俺らがもうこつったったからやな、これな。うん、なんか言うてなんか意味のない、もうつながるからさ。おらんかって、おらんか。いや、やばけどね、ゴリアってやねんけど。ゴリアって取りに帰ってもらうぞ。はい、遠距離型。これ全然ブレイクね。なんか横振りを感じない、ほんまに。あ、そういうことか。じゃあ俺はもう掴むからね、ゴリアってね。ほいほいほいと。こっちには、ゴリちゃんがありますよと。まあ絶対わかんない。これワンちゃん。はぁ、もう、な、ゴリアってなぜならへん。やっと出してるあいつは。奪い取るぞ、こっちで。これ演技やと思うやん。ガチで COD やったらこんな声出るんよ。まあ、MVP やったから、OK。まあ、ええでしょ。マジでおもんない。お前、マジで、ドミニドハーポでやれや、ほんま。一生ボコしてやるからな。ああ、やばい。ほんまにやばい、このゲーム。ほんまにやばい。ほんまにやばい、このゲーム。無理。もう、無理。はい、どうもカメです。今日はね、まず、冒頭にもあった通り、もう、俺、このゲームで、二度とチームレスマッチをしません。まあね、今回、ファマスの動画を撮ってたんですよね。FR556 の。で、まあその、こいつに、まあもう、こいつのね、強化内容は正直どうでもいい。ほんまに。まず、俺、チーレスミ今から敵に回すわ。ドミネーション、ハードポイント、サーチ、チーレス。こん中で最
最もやる価値がない、あのね、俺消えてほしいと思ってるのはチームデスマッチです。まあというのもね、まあ今回ね、その1試合目あって2試合目あってその2試合目に起こったね、まあ出来事なんですけど、とりあえずこうもうみんなにね、今のチームデスのゴミみたいな現状を見てもらいたいんで、こうちょっと入れ替えます。1試合目と2試合目。どうぞ。やめてくれ、ハイジャックだけは絶対もう近い今や。絶対バリスタするやん、こいつら、チーデスミンは。はい、弱い。はい、潰す。笑わ、いきなり。こいつ、絶対お前、二度と笑顔になれると思うなよ。ちょっと待てよ。俺、この試合、ガチでやっていい？こいつ、こいつ、してる。こいつ、前よしよし、3立て3立て。俺が貸すのもって言う番やぞ、これは。まあ、上がってくればバカいないでしょう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。多分、俺、ワンチャンバレてないから大丈夫。いや、降りたか！熱血頼む！ナイスナイスナイス、それでかい、それでかい。この試合あれやな。俺が最前線に立ったらなあかんわ。絶対に。爆発も。ナイスナイス。いいよいいよ。なんか、出てくる？来ないか、さすがに。多分中でひたすら角で持ってるから、これ見さまで貯めちゃって。なるほど、把握した。でもこいつはどうせ爆発物なんよな。スナイパーライフルだけ。あー、もう一回。もうだからさあ、お前はリアルでファイトせえよ、ほんまに。殴り込むわ、こいつらの家に。気合で。うわあ！いや、待て。水振りは、もう水振りで、水振りで。もうお前マジで、お前ケビン、どこ見てんねん、これほんまに。水振りでボコされた。もう、いや、もう縮こまってるってこいつら。あー、もううっとうしい。もうお前らマジで重視。もうほんま、なんて、全員こいつらのツイッター教えて。全員こいつ殴り込みに行くわ、こいつらの。もう、お前、マジで。マジでおもんない、マジでおもんない、マジでおもんない。ま、お前、マジで、ドミドハーポでやれや、ほんま、一生ボコしてやるから。各3周したるわ。あーやばい、ほんまにやばい、このゲーム。ほんまにやばい、ほんまにやばい、このゲーム。無理。お前らほんまにチーデスで弱いもんいじめしてちゃうぞ、ほんま。ドミニトハーポでやるや。ドミニトハーポでやったらお前らのこと認めてるわ。はい、弱い。お前らほんまに、マジでこのように暴行罪が、あ、ほんまにちょ、今のライン声だな。いや、このように、
オッケー、早速やっていきましょうか。ちょっと相手にね、よくわかんない人がいるんですけれども、てかさ、この時間帯怖えよ。なんかね、ドミニやってもハープやってもね、強い人欲しい。変わるせ、変わるせ、変わるせ。おれ、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 頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。やった、やった、やった。怖いな、信用できん。いや、おれ、おれ。いや、でもこいつ多分油断してくんのよね。来いよ、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 来いよ。やばいってこいつひたすら伏せてんねんけど。やばいって床の裏路地で楽しんどる。薬物中毒者や。ちょっと言ってることもなかなかやばいけど。カメやん違うよ。IQ だよ。やばいな、俺。そろそろ。Z1 首も。ありえるんじゃないでしょうか。オッケーオッケーオッケー。で、なんかマジで、チーレスミってほんまに、いいかおんのか。チーレスミってほんまにいい人やからな。チーレス強い人ってかくれんぼ得意そう。オッケーオッケーオッケー、一人買っちゃって、で UAV 出して、一旦拍手していきましょうか。なんかね、死体撃ちんぱんってやつが、ちょっとなかなか攻撃的な性格してるかな。これ一旦決めてるか。おらんか、ああいうやつに、イライラし構うのが一番あかんのよ。ちょっとこれプレミサまで来たけど、なるほど、絶対これ来る。それか俺から行ったってもいい。こうや、こんなもん。ファッキュー、いいよよ。 1V1 は負けねえぜ。対面になれば俺の勝ちよ。2回。もうなんでお前そんなところでハイドしんの。角でいいもんやったらわかるけど、道のど真ん中でいいもんのほんま、ワッタッパックですよ。オッケーオッケーオッケー。んで、あー、ダンボリおんの了解。これキネティックあるし勝負仕掛けていいや。で、一応キネティックは爆発物に弱いから、やばお前。あー、なるほどなるほど。ちょっとガソスタのやつしばらく行きたいが、オッケー。でもう一人ガソスタにおる。これ横差でいっか。はい、完璧。これ今強化の恩恵出たんじゃない、もろもろに。でまだ持ってるんで、こいつ多分死体撃ちんぱんじゃない。スッといく。こういうことです、こういうことです。今回ほんまに 1V1 打ち負けてない。敵のね、死体撃ちんぱんって人も俺にビビって全く煽れてないね。さっきもこうやつ当たってんけど、めっちゃ煽ってきててんけどさ、やっぱ余裕がないんやと思う彼らは。いよいよ俺任せ、後されるね。了解。ナイス。このキリルはチールスミも震えるよ。なんかいるな、キャラコンいかして。お前こいつやばくね、こいつなんか切るぞ。ほらこい、こいつフェスアルモンスターやばい。ほらこいつ、え、ガチャって、え、なんなん、え、この人打ち勝てんねんけど、え、なんなんすか。さあ、ということで早速救急内使っていきましょうか。味方さん、あそこガビーンということですね。ちょっとあそこで思い出したんですけども、俺めっちゃ今トイレ行きたいんですよね。なんか膀胱がね、5分の4ぐらいもう埋まってるんですよ。やばくないですか。やっていきましょうか。あそこガビーンということでね、こいつにちょっとリーダー任していこうかな。というような感じに、この試合は救急内のこの武器紹介動画を撮っていたんですが、そこでですね、いや、マジね、こんだけ、まあ、いるけど、プロにもいるんですけども、本当にプロレベルのね、体感打ち合ってみた、この強さなんじゃないかなと思ってます。で、まあ結構この試合ゴリゴリに行くんですけども、普通にこの室内でもね、ショットガンなんじゃないかな、こんなんもう本当に。なんかショットガンと SR 混ぜたようなね、そう、感じの性能なんですけれども、なんかこの試合結構Cも取らなくて、まあかなりこの前半からボコボコにされてたんですよね。そう、SR が抜くわ抜くわでびっくりしたんですよ、そう。多分前半で14キルぐらいSR してるんですけれども、自分はね、この試合前半デスレコいでしまうということで、はい、ここでもね、2人カットして、で、その中に入っていこうとして SR を買っていこうとするんですけども、上からバシコンと体
れてしまいます。で、ここら辺からですね、ちょっとこいつ上手くねっていうことで、まあ、対抗心を燃やして、まあ、こいつに勝負を挑むと、っていう中での展開となりますので、皆さんぜひぜひ最後まで見ていってください。ちょっとなんかもう、俺、ナトツだって、なんで俺ナトツだよ、やめてやもう。ちょ、これ電気煽るな。いるぞ。ほら、こいつめっちゃ当てんねんけど、こいつ。えぐない、こいつ。オートエムとかじゃないよな。いや、でも、一応これ B 取られてるから、ちょっと行っちゃうとこ。いや、無理か。そして、これちょ、B を防衛していくよ、俺は。命を捨ててまで行くわ。ちょっと、あの SR マジでえぐいねんけど。なんなんすか、これ。あいつ、ちょっとやっていきたいな。この SR モンスターやばい。ちょっと待って、なんなん、この人打ち勝てんのよ。なんなんすか。もう、プロ並みじゃね、プロいけるよ、この人。全然プロいけない。誰かのサバカか、これ。なんや、こいつ。めっちゃ俺のこと狙ってくるな。どうしようかな、これ。魔王にするか。魔王にしよう。こいつじゃ多分打ち勝てん、この999とかじゃ。というものをね、俺、999の動画撮ってたら、なんかいきなりこの子がいたんですよ。バカうまい、この SR。でも俺はね、負けられないよ、こいつに。こいつにちょっと俺、打ち勝っていきたい。とりあえず、強ポ取った。とりあえず、これ、強ポ取って、こいつらはいいんですよ、こいつらは。そして、UAV と召喚式だって。いや、なんか中女。普通にね、さっき見てもらったら分かると思うんですけども、普通に中でも当ててくるんですよ。ああいうたまに謎の猛者おるやん、よく。ああいう謎の猛者と巡り合ったみたいな。いやー、これちょっと B 取ろうぜ。B 取らないとあいつはイモるからね、めっちゃ。いやー、ほら、こいつ、なんなんこいつ。超うまない、こいつ。ドラッグめ。ちょ、待って、まさかの前半4キルしかできてないから、これやばない、これ。マジ最強、やばいわ、これ。これちょ、動画のタイトルで最強の SR 使いに出会ってしまった。これ上上がるか。そう、こっから登れるんですよね、一応。あー、登れなかった。お前と被るか、おけつ臭そう。さあ、なんかセントリーが置かれてんねん。俺はあいつと打ち合いたいんや。あの SR。OK？ いいね。そして上に登っていき、のショック RC 出しての、なんかさ、ランクマッチの結構やってるけど、大体 SR って下手くそなんですよ。危ない。ほら、こいつ打ち勝っていく。こいつ反射当ててくるのか。それはまあ武器のせいだから仕方ないけど、しっかり当ててくるってやっての。オッケー、とりあえずあいつやってた。これ勝てるぞ。こいつマジうまい。うわ、ほら、やべえ、それ気づく。ほら、これなかなかの猛者じゃないと気づかないよ、そんなの。いや、ほら、クイックショットえぐいって、こいつ。ロングで勝負しちゃう。うわ、マジかよ、これ、もうやばい。めっちゃ抜くやん、こいつ。バカ抜く。キルログ、やばい。ガチやばい。これ負けるんじゃん、これ。勝ってえの、こっちからやって、ここも勝って、お前ら上がれ。うわ、ほら、もう抜かれた。マジでか。ちょ、待て、ビートロ B を取ろうぜ。オッケーで、こいつ多分取ってくると思うから、俺はそれを迎え撃つ。もう B 取れたから取っていいよ。こいつもカットして、でかい。あいつに勝っちゃう。俺は、あの SR は何なんだ。しっかりウォーマーで芝居ていく。ここもやっていく。いや、これ生きていて、ナイス。いや、マジでうまい。ちょ、抜かれないように気をつけるか。まだ言うって全然油断できないから。いや、お前頑張れ。カットして、マンオーがバカってんの。なんだ SR あんな当ててこないよ。うわ、いや、それはわかるけど、普通の SR だったらそこで突っ込んでくるんですよ。これ、策的もしっかりして、感度ビンビン。いやー、これ B 守るぜ。オッケー、これはさすがに無理でしょ、あいつも。オッケー、でかい。これ勝ったんじゃね。でかい、勝っていく。最強の、
俺が最強っつってるだけやけど、俺が最強っつってるだけやけど、一応これカットしての理解よ。オッケー、これもうそいつに打ち勝てるかっさ。でかいでかい、オッケー、いけるいける。いやーこれ最強のエスあるでしょこいつ。一番俺をちょっとね、いやマジで熱くさせたこの SR くんですよ。こいつマジで強かったな。え、こいつ何もサブアカとかじゃないよな。バカ強かったぞこいつ。ほらめっちゃ的確なんですよね。なんていうの、このクイックショットって、これドラッグショットって言うんですか、そうなんか違うとこ向いてからあの照準を横に合わせるみたいな、それがねこいつめちゃめちゃうまかったこいつ。いやマジで俺はちょっと久しぶりに熱くなったランクマッチの試合でしたね。これはオッケー、助けていきましょうか。噂の神とやら。でもさ、タイマンと5対5って正直言ってもう別もんじゃん。あの、タイマン弱い人でもその5対5が強い。逆に5対5めちゃめちゃ強くてもタイマンめちゃめちゃ弱いっていうプロゲーマーも過ぎますんで、ちょっとこれどうなの、ゼスさん、タイマンのその実力っていうのがわからんから、ちょ、今回ほんまにクールにこう、しかも丁寧に。あ、おったな、今。早いね。どこ行った？まあまあまあ、なんか動き器用ないか、昔のライトウェイトじゃないその速度。まあ1本ぐらいは取れたよね、せめて。これアンプか。てか俺さ、今回アンプじゃないからさ、あんま切り替えん方がいいんかな、もしかして。ちょ、もうほんまキモい動き、おい。いや早いじゃってんねんけど。いやでも俺、もう一発合ってるからな。今でも腰打ちやんな。これね、これね、俺がやったらあかんよ、これ。今1分半です。これ、動画の尺の問題でボツになるかもしれん。あのね、プロゲーマー呼ぶべきやったね、これ。戦わせるべきやったね、俺じゃなくて。俺じゃなくて、三つ葉さんとか呼ぼう、アンラッキーとか。な。おもんない。マジでおもんない。もう、ほんま、もう、おもんないって。これね、ぼかされておもんないとかじゃなくて、つまんなくておもんない。これちょっと、プロゲーマー、ちょっと今、プロゲーマー呼ぼっかな、今、Z1 から。Z1 から一回ちょっとプロゲーマー召喚していいっすか。あー、でもみんな寝てんな、今。ちょ、もう一試合、ちょ、に、じゃあ、ちょっと、ニュークタウンでするわ。ちょ、俺さ、ちょ、もう、違う、あのね、自分のプレイにイラついてんのよ、今。俺もうさ、スナイパーの動画最後いつ出した？あ、はい、俺の勝ち。あかんあかん。俺もう完全に素人やねんけど、動きが。あのね、別ゲーもはや。これなんか対マンじゃないよな、こんな。ちょ、もう対マンじゃないねんけど、これ、なにこれ。ちょ、対マンちゃうやん、これ、もうなんか。これ、プロゲーマー読んでも無理じゃん。これなんか、普通にプロゲーマー読んでも、無理なような気がする。なあ、もう違う。あのね、ダメなんよ。マジで思んないわ、このゲーム。もう、ちょ。なんか倒してんけど。なんかほんまにもう動きがさ、なんか倍速かかってんねんけど、向こうだけ。しかもさ、なんかこの前さ、三つ葉さんとかとさ、なんか SR 対マンしたけど、もう、対マンちゃうんやな、これ。なんか、思んない、もう。何これ。住んでる世界が違うって。これ一回さ、ゼウスに買ったら1万円っていう、なんかそういうタイマン大会みたいに開こっかな、これ。なんかさ、なんかちょっとちゃうやん。言い訳し、SMG と AR、そしてスナイパーライフルっても、これあかんわ。いや、なんかもう練習とかそういう事件ちゃうねんな、これ。
練習とかそういう事件じゃなくて、これ普段なんか俺も普段やってるかどうかやと思うんだけど、これスナイパーライフルを。あーなんかもう持ってないしな、スナイパー。なに、なにこれ、くっそおもんないな、マジで全然楽しめへん。あーおもんない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 、ほんまにほんまにくだらん。なにこれ、違うってこれ。絶対コメント欄でお前読んどいて、何切れてんねんじゃなくてね、動画になってないもん。ボコだ、ど、きっしょいわ、マジで。マジ、もう、おもんないって、こ、もうちゃう、もう終わりたいのに6分やん、尺。ふざけんなよ、ほんまに。ちょっとどうしよっかな。もうなんかつまんなくなってきた。スタンドオフでするわ。次。じゃあ、ゼウスさんってこれ多分6本指よな。なんか動き的にあんな。4本とかじゃできんような気すんねんけど。え、俺終わってんねんけど。なあ、これもう。俺が下手くそとかそういう次元じゃ。あー、もう初心者、初心者、初心者。ヒット動き俺。すまんな、みんな今日。もう、きっしょい。動画鳴ってないって。僕らすぎて。は？もう、これ、もう、つまんないねん、これ！チョコマかすんな、これ！ほんまに、うっとうしいわ。うざいねん、それ。やめろよ。キモいな。おちょくってんのか、俺よ。はぁ？はぁ？マジでつまんねえ。俺、SR 界隈嫌いになりそう。え、なんか借りてんけど。これさ、近づいてさ、俺の周りで、くにゃくにゃ、もう、おもんないわ、こいつ。はぁ、何それ。タイマン違うしな、もうこんなん。こんなん、技量とかなんか、ただのボット狩りやねんけど、向こうからしたら。俺、妹っていいもん。絶対こっから来るだろ。来いよ。あ、受精。はい、おもんない。もう、ちょろちょろ、ゴキブリみたいに。次俺のことおちょくってきたら、お前二度と SR タイマーせんよ、俺は。もう。ちょ、もう。その、俺のことをおちょくるように、周りをうろうろするな、近接で。なんか強俺。覚醒した。覚醒。いや、今、クソまぐれやけど、適当に言ったら当たったってやつ。ちょっと待てよ。もう、ガオキームしか、勝てる筋がなくない？これ。はい、おもんない。やめまーす。俺もう二度と SR タイマーせえへんわ。あのね、もう、今10分なんよ、時間。10分で3試合、10分で30、10分で30セット取られるってどういうこと？な。もうこれ、もう意味わからんしな、それ。もう壁という概念がないやん。もう、もはや。これはね、練習でどうこうできる領域じゃないです。はい。俺が多分今からね、練習したとしても、無理ですね。はい。ってな感じでどうだったでしょうか。これからもこういったようなね、俺がボコされるような、動画上げていきますんで、お願いします。怒りを通り越して呆れるってやつやな。よく学校の先生がなってたわ。おい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 、開幕早々レベル高すぎやって、ほんまに。もう。ちょっと今回あれやな、この DRH の使用率の高さ、うわー、キロ環境思い出すって、キロ環境、キロ環境とか、あとタイプ2号環境の時も、これぐらいの派遣武器の多さだったんじゃないかな。しかも今回味方でスナイパーライフルがいるんで、さらにね、相手日本代表やぞ。ちょっと待って、こっち迷うわ。オッケーオッケーオッケー。この BSW がほんまに怖いんで、てんの分かってる。まあ勝てないよな。ほらもう敵も DRH やさ、全部キル力 DRH やねんな。それ多分長いおるけど大丈夫か。一旦ちょっとポイント取り返したいけど、これ4万くらい湧いてるのは味方か。了解、ナイス。これ取りに行けるかな。取りに行けれる。今回多分味方の火力あんまり期待できないんで、しかも味方もなんかスナイパーライフル使ってるしな。ねじ込んでくれ、ポイントに頼む。入り込むんや、ポイントに。おるよな、ポイント。お前、いや、それ、鉛筆、まださすがに一人じゃ無理よな。なんかもうほんまにさ、しかもなんか俺の後ろになんかイギリスナイパーみたいな、パシュンパシュン言わせるの、お前は。ナイス、響かせるの、音は。で、おったけど。無理。おい、頼む、なんなんや、この状況。上見ても左見ても、
下見ても DRH 使わないんだけど、いいんかこんな環境。はい、DRH で DRH を買う。 DRH で DRH を買って DRH に倒される。そしてまた DRH に駆られる。 OK、 やめてくれ、やめてけろ。 OK、 さすがに無理やろ。ですよね。ほらキルログもう DRH を買ったと思ったらまた DRH に駆られるっていう。そして後ろから行って DRH を待たしても狩るっていうね、そういう状況になってますわ。 DRH を買って DRH に駆られて、 DRH を買って DRH を買ってみたいな。なんかもう、まあ、世界大会はもうほんまにあかん。もう世界大会やったら、ま、間違いないこの武器にされるよな。しかも、ま、スナイパーでパシンパシン何をしてんね。まあ、勝てるでしょう。一応ね、中距離性能も高しなんで、この武器。さあ、脇勝ってんの間違いなスイング。まあ、でも、DRH を使ってるから、負けるわけにはいかないと。悲しみの向こうへと、あれやれるんです。ここはいけない。これもう脇もね、すっごいこう味方のスナイパーの音が響いてますが、鳴り響いてますが、いやさすがにそうです。スナイパー対決勝てないでしょう。なんでお前が生き残ってるんや。待て待て待て、泣いてるぜ泣いてるぜ。ほら他の過去の派遣武器が、いやこれあかん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 。なんかもう思ってんけどさ、なんか SMG の立場なくないだよな。完全に完全に SMG が死んでる。これ先端に穴やれとるから、一応顔出せてない。さすがにそっから来てるのは、折り込み済み、UAB オンラインと、DRH のオンパレードになってる。上見ても横見ても左見ても DRH しかいねえ。なんかおんねん、そこ。OK。さすがに DRH 対決は勝てる。なんかもうさ、COD モバイル、もしかして、COD ウォーズモバイルのために、COD モバイルの人口を減らそうとしてる。ワンチャンありえるぞ。ワンチャンあるよな。あえて COD モバイルの環境を荒らして、COD ウォーズモバイルに人口を移行させるという。あかんねえ、これ。センター打ってほしいけど、さすがに厳しいか、味方には。こっからまあ湧いてるよな。打ち合いは勝てんねんけどな。OK?まだ湧いてんのか。さすがにもう湧いてないか。入るぞ俺が。この武器を使って先般とは言わせん。次一歩潰したいね。でこれで UAV もしっかり対策してあげて、これで味方が早めの今の51出たよ。この武器の強さやっと出ました。ありがとうございます。さあ DRH、 横を見ても左を見ても右を見ても斜め上を見てもどこを見てもDRH しかいませんと。4番湧いてんねん。 OK、 4番くせえ。これもうこれ LK とかさ、 LK とか HVK の存在意義を教えてほしいんだけど。はいはい。あー無理。もうオペスキ使ってるよりさ、 DRH 使ってる方が火力出んねんけど。それマジである。あのアナイアレーター使ってるより DRH 使ってる方が火力出るっていう。まあノーコメントで。しかもなんかさ、アップデート後から若干ちょっと UI とかが薄くなってんねんな。俺の頭皮並みに薄いぞ、UI が。ちょっとなんか、透明度が下がったような気がする。わかるかな、これ。歩こう、歩こう。私は便器。あなたの便器。そろそろやばい。絶対カードしか間違いない。はい、強っ。あのね、いやいや、亀、ヘッドショットにやつなんて狙えねえだろ。今狙いました。今狙え、完全に。完全にヘッドにやつになった。いやでも SM でも強いな。まあ何が言いたいかっていうと、今の環境完全にね、TTK 主義なんで。ナイス。これ、敵からしたら、脇変えたくないやろな。絶対に。激怒。なんかしちゃうんねんな。はい。近距離負けたらしまいよ、この武器で。いやーごめん。救えんかった。救いたかったけど、お前を。あの多分2回おんねんな。もう。しかもこの武器何が世界かっていうと、普通に中距離もいけるっていう。なんか、弾のばらつきとかさすがに弱体化するべきやと思うわ。いやー、それ見てくれ。でもこれ多分味方死ぬよな。ナイスナイスナイス。いや、くるくるくる。無理。でも、相談数が少ないから、絶対 1V1 した後に、リロードしないといけないっていう。あの2回ね、了解。OK、さすがに打ち勝つよ。で、
さっきからなんか2階におんのよな。近距離は近くで、もうこんなんキロとかさ、キロとかこんなん近づかれたら終わりやねんな、正直言って。キネティックの医療会、いや蓄えばな、あれ。はい、お菓子、これなんか投げ物入れられそう。 OK OK ナイス、助かったぜベイベー。さて相談数も少ない、だからこの武器ね、あんまり核とか狙える武器じゃないよな、相談数少なすぎて。そこの2階にいるのは分かった、ワンチャンこれ下から来ると思うねんな。だよな、こんなんもう真正面絶対負けんくない。でもまあ運が悪かったね、言えばよない。これちょっとエルカないんで、ちょっとさばいていくか、見せつけていくぜサブの力を。いやその前にブランソンヒーザキトゥ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 ントゥニーブラ、さあニーブラかましていく。そうなんか下から来てね、はい来てる。いやもうこれね、敵が反応できてないんよこれ。なんかその下から来たら終わるけど、多分サイコタヌキ見てくれてないよな。いやこれワンチャン後ろから撃たれた可能性がある。いや後ろおんね、激怒ナイスキーパック、折り曲げていく。はい、チート級の時計、一瞬の二人が溶けていく。アイスクリーム、真夏のアイスクリームのように。で、このままちょっと敵率いっちゃってる。レーザー見たね、今。なあ、その黒いスキンやめな。これ上女。もうやめて、それ。一応勝てそうっちゃ勝てそうやけど、とんでもねえ火力出てますよ、これ。とんでもないプレイじゃない。とんでもねえ火力が出てますよ。え、その、強さ見せてあげようか。まあ結論、今シーズンは DRH が使用率 80% ぐらいになると思う。うん、まあしかもなんかほら UI やっぱ変わってるよな。なんかシーズンの途中で AA もいいからさ、絶対にこの DRH、そのまあヘッショ2発は置いておいて、エイム弾薬散布回中距離弱くするとかそういう手を打たないと、ほんとにあの DRH 以外使ってる人のがやめちゃう、 DRH 以外使ってる人のメンタルがいっちゃうから、 SMG も死ぬし、この DRH の強化によって。まあこれはちょっと考えようやと思いますわ。何か手を打ってください、 COD モバイル運営さん。 What? What? ちょっと待って、なんか一人怪しいやつおんねんけど、これチーターじゃないこいつ。なんかさっきの試合からさ、こいつ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 、いや違うかな、なんかさっきの試合からね、永遠にこいつとマッチしてるんですけど、なんかおかしい、なんかね、ちょ、なんか、隠してるか知らんけど、ちょっと怪しいよね。なんか、核出されたことに消えてる味方おるわ。ちょっと待って。なんかさっきから明らかに一人おかしいやつおんねんな、エイムが。エイムの挙動が、チーターじゃないかな、こいつ。違うかな。ちょっと一回フレンドなったが、こいつの、ほら、なんかそんなにほら、しかもね、レジェンドの回数がね、個人ベースト4なんよ。だから S1 からやってるってやつちゃうし、とりあえずこいつの完成見るか。え、なんかバカ笑いこれ。誰かのプロゲーマーか。違うよな。ちょっと待って。プロゲーマーのサバカじゃねこいつ。多分そうよな。え、こいつ正体誰や、メインやかなんやこいつ名前。多分ね、なんか俺の勘でやると、なんか、え、なんかチーターじゃないかな。いや、失礼すぎ、失礼すぎ、それは。あー、ちょっと待って。こいつ、フリックエイムやばない。6ターンクラスやん、こいつ。え、フリックエイムがね、6ターンクラスなんよ、この人。いや、違う、これ、ちょ、みんなこれ、ちょ、教えて。ちょ、後で聞いてみるけど、チーターじゃないんか。こいつ、こいつ違うか、俺こんな上手いやつ、え、みや、ちょっと待って、いや、キャラコン上手いからね、いや、キャラコン上手いからね、普通に上手いっていうのは多分あるかもしれんけど、なんかちょっと違和感感じるんだよな、俺。こんないいエムのやつおる、ゴリゴリに押すやん。いや、ちょっと待って、そんなプレイ俺できたことないんだけど、ゴリゴリやん。いや違うんかな、いやちょ待って、俺分からんわこれ判断、これチーターとも言い切れんしさ。あー、こんなエイムいいやつおんのかな。いや、い
いや、プロゲーマーでもね、こんなエイムのやつおらんねんけどな。で、この人にね、誰のサバカかって聞いてみたら、なんかベビー TY って返されたんですよね。ちょっと調べてみるか。まあ、確かに核出しそうな雰囲気はあるな。まあ、確かに核出しそうな雰囲気あるよ。おい、しかもこれ待てよ、ライさんとマッチングしてんねんけど、こいつ。こいつ誰や、ベビー TY ってやつ。ほんまにな、誰なんやろ。いや、これライさんに勝ったらやばいぞ。ちょ、ワンチャン、いや、絶対プロゲーマーの、誰かのプロゲーマーのサバヤカと思うんだけどな。ちょっと待って、いやー、決め打ちやんな、でも。なんか、場所分かってそうな雰囲気もするが、ゴリゴリに行くな、もうこいつ。おえおー、でもやっぱりさすがに意識外からの攻撃は無理か。後ろからやられるのは無理って感じやな。いや、対面はね、なかなか強いよ、こいつ。あ、今の上すぎやろ。まずここで、根下を2階に投げて、で、雷さんがいつもリスキルポジにいる2階に投げて刺さります。で、根下で動き停止したところをグレネードで削って、そこを壁抜きで、仕留めるっていう。根下で雷さんの動き止めて、それをグレネードで仕留めるっていう。今のプレイやばすぎやろ。いや、こいつ、チーターじゃないな。普通に上手いだけやぞ、こいつ。おいおい、おいおい、おいおい、おい、ちょっとなんか普通に上手いだけか。いや、なんかね、グレネードの使い方は本物なんや、今の見てみた感じ。まあでも、キル数的にはこんな感じやな。まあ全然、まあ、ライさんの方がキルは取っているが、いやー、そんなとこ抜いちゃう？いや、でもこいつの何がやばいって、エイムの正確性なんよな。あー、でもやっぱライさんにはちょっとやっぱ打ち負けてるって感じやね。てか、ライさん普通に化け物すぎねんな。いや、でも確かにチーターやって打ち勝ってるか、そんな普通に。でもね、技的には全然うまい。まあ、全然とか言っちゃったけど。あー、なるほど。亀抜きするふり？はいはいはい。ちょっと、うわー。なんか壁越しにめっちゃ壁抜きしてんけど、こいつ。あー、なんかライさんが強すぎる、こいつ。俺が核出されるようなやつでさ、それを、そう、ライさんはさらにボコしていくっていう。俺の上の上を行ってるって感じやな。あー、でもまあちゃんと勝ちおったわ。こいつ、また核出してるぞ、こいつ。でもどうなん？なんかめっちゃ怪しいねんな。まあ、怪しいっていうか、まあ、確かにうまいねんけど、さっきのプレートが確かにうまいとこあったが、まあ、これ、ああ今のさすがに負ける瞬間やろ。負けるとこやって、今の。で、これで、この人ね、もうすでにアドバンス UAV を3周してるよな。多分これ、2周目やるぞ。全然2周目やるわ。で、この人の何がうまいかっていうと、縦横のエイムがすごいよな。そうそうそう。だから、普通にその、左右のエイムすごい人はおんねんけど、あのね、下と上のエイムがすごいよ、この人。めちゃめちゃ正確、ほんまに。命中率が高いっていうか、いい意味で、チーターみたいに見えるんよな。いや、これ全然2周目あるわ。めっちゃいいポジション取ってる。めっちゃいいポジション取ってるわ、これ。こいつ、やばい。こいつ暴れてる、マジで。なんか AK でずっと無双してんだけど、この人。なんか俺絶対プロゲーマーやと思うねんな、誰かの。おい、後ろ、ちょ待って。絶対西行く、絶対西行く、こいつ。51キルしてんもん。化け物やって。いや、さすがに、いや、切れるぞ。いや、あいつ、おー、危ない。キネティックとさすがに打ち合ったらしんどいやろ。で、いや、でも、ライさんでも、あー、これ終わったね。絶対終わった。いや、切るか？お、切るか。おい、嘘だろ。いや、こいつ危ないぞ、そろそろ後ろから。おい、2周目絶対上げる、こいつ。2周目無理か。いやー、2周目はさすがにきつかったらしいですね。でもね、こいつ55キルしてるから、普通に、誰やねんやろ。マジでさっきも言ったかもしれんけど、マーチンクラスなんよな。ちょっとこれさ、本若の方に来てもらったわ。ちょっと一回やって、一回だけちょっと怠慢ね。10対10でやっていきましょうか。よーしよしよし、いいよ。
とりあえず1点取れたんでかい。もうとりあえずこの人にはランクマッチで格出されてますから、そっちね。オッケー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 。はぁ、何その時計、おかしいおかしいおかしい、いいとおかしい。この人さ、決め打ちやばすぎやんな。これ A も置いたところに絶対来るから、敵が。で、ちょっと待ってね、ここやんな。俺あんまりさ、タイマーやらへんからさ、言い訳じゃないけど。終わった。あー無理かー。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、これアイテム油断してる、これもしかして。ちょっとアイテム使うか、一旦 AK117ホリデイ。なあ、もうそれ意味やからなんて、ほんまに。あーもう無理ーマジで。オッケー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 。ちょっと待って、これ多分ね、横スラやったら勝てるわ。横スラやったら全然勝てると思う。相手結構ね、グレの使い方だったり割と慣れてると思うねんな。オッケー、パソコンのか。いや見えてるよ見えてるよ。オッケー、一旦引いたな、いいぞ。無理ーエイミング。多分近距離中距離やったら勝てんねんな、おそらく。これはこれはなんだその薄打ちは、見たことねえって。おオーマイガーよ。オッケー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 。やっと一本取ったぞ、長かったな俺の旅は。オッケー、こっから行くぞ、まだまだや。あーもう分かっとんねんって、それ決め打ち使ってんのちゃん。オッケー、危な危なマジで。はあ、なんやそれ、分からんって、姿見えてないって。15メートル以上はね、やつらのエリアや。また敵にゼウスさんおる。なあこれさ、レート高くね？ゼウスさんなんかサーチでやってなかったっけ、ずっと。そんなことない、またスナイパーおんのか。 Nope。 なんや、Nope。 ああもう、はい、どこでパッションパッション言ってんだよ。 Nope。 もうなんで俺なん毎回。ちょっと待って、これどうなってんのこのゲーム。一応 B 取れてんのか。 Nope。 なあ、おるよ T-Rex。 おい、もうなんでなんこれ、どうなってんの。やばい、折れてきた。 Nope。 Nope。もうくっそ、投資は。あ、これ途中参加おらん。まあ最悪、格出された。もうなんでもう毎回こうなんの俺。きつすぎんこれ、ちょっと。いや、こっちおるよ。え、なんで死んだお前。え、どこでやってんの。いやー、ちょっと味方先輩見てくれ。どこで死んでんねやみんな。え、おらんよな。1万ぐらいからやな。なんか1万でさ、壁あるような、謎の壁が。出た、シグマ X。なんか、ゼウスさんって、どんやってんねや、普通に。カメー。もう、もう、クソガキやんけー。IQ だよ。カメー。IQ だよ。いや、偽物。もう、中学生おるってー。ランクマ行くよー。おーい。
他の実況者バカにすんのよくないっすよ。遅延つけてますか？ゴーシングしてくんな。さて、敵が全く来ないか。おー、シグマ X や。あー、シグマ X や。さて、どうしようか。お前さ、いや、2回絶対レスユーされてる。大丈夫か？いや、2回俺やな、さっきのボクシング野郎。X！ ここで VC つけたらな。味方が激流のやつやってくれるんだけど。足音聞こえてる。Nope。 出られないっすね。どうやぞそれ。なんかセンターにピューリオンな。一旦引くか。Nope。 Nope。 なかなか炙り出されへんな、神を。なあ、もうずっと2回折れて、そろそろ分かるぞ、ゼウスさん。なあ、もう、いっちゃんニュークの嫌なやつ出た。こいつもちょっと立ち回りやばいな。ちょっと癖やんな、彼。もうそうなったら終わるよ。決めちよう、2回。ゼウスさんあれやろ。もう、何をしてんねや。書く？出るもしかして。あ、それはいいねんけど。すげえとこまで行ってんな、味方。メンテナンス行くよ、画面ので、絶対そのスモークからアホが取ってくる。やっぱアホが見る。もうなんで今日は2回も勝てなさるな。おもんないわ。逆境に強い男なんでね、動画をします。これはねえ、怒りが湧かないよ。なあこいつ、いきなりなんか強、味方強なってんけど。地獄絵図やねんけど。まあまあまあ、悪夢や。一試合に、いや違うわ、一日に二回各出される亀。亀強すぎ。何笑ってんねんお前、角度されてるぞこっちは。何笑ってんねんお前なあ。なんやこいつマジで。なんで俺一日に二回も各出されなあかんねん。しかも配信始めて30分ぐらいで。亀強すぎじゃねえよ。こういう、いきなり生放送つけたらキルできなくなるんだな。メンタル的な問題なんかな、これ。乗ってあげるか。いやー、ケツ任した。あ、ケツに湧いたな。
わらた。帰らせてもらっていいですか。一旦回復しようか。足音聞こえとんね。わお！ずっちいな。絶対来るやろお前。いやドラゴンファイト死んでやった。あー無理か、無視勝てん。いやなんか違うねんな、まだなんか感覚戻ってないような気がするよ。いやこんなとこで撃っちゃったらあかんわ。やばい、手汗が。もう一回顔出したら死にそう。俺立ち回りゲーか。うわーケツから来てるだよねー。でなんか自立回ってんねんな、一人絶対来る、こっちから分かっとんねんお前。しかも今回ね、クソみたいなスカーストリークやから、nope. おるよ、それもまだ早く押さんなする。俺プレミさんにせんかったっけ、さっきせんかったか。届け、OK、いや、センターじゃねこれ。まだこっちからクレッツおったんか。左ね。どうしようこれ。いやーそっちどうした、何が起こってんのやそっちで。いや、押してくれ、あいつ陰夢中、陰夢中押してくれ、そっち。あー、死んじゃった。何が起こってんねや、向こうで。何が起こってんねや。え、なんでこれ B いけるじゃん。 B いけんじゃん。なんで C 取り出すんや。まあ、ええけど。いやー、向こうやばいな。ドラゴンファイヤーでどうにかしてあげたいねんけど、無理すぎる。死ぬな、死ぬな。あー怖いな。いや、もうこれ出しちゃうか。絶対自立のもんな、これ。さっ、届かない。これは乗れるっしょ。オッケー。あー、武器との相性が悪すぎるわ。オッケー、クリアやろ。いやーこれ勝ち、勝ちにこだわったんじゃねえ。ちょっと皆さんの評価どう、これ今のパシマーリング。旗には乗ってないけど。オッケー。ゴーストで意味わからん立ち回りされるのほんまなれへんねんけど、前々から。いや違う、なんか違う。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、
ハッピーバースデー。